今週も始まりました、あつこ先生の誰でも美人顔講座。今週のテーマは秋のキラキラブラウンメイクです。少し肌寒くなってきて、季節が秋になったなと感じている方も多いのではないでしょうか。そんな中で秋といえばやっぱりブラウンメイクしたくなりますよね。で、今マスクをつけている機会が結構多いと思うので、そんな時でもブラウンメイクでもくすまない、少しキラキラとさせて目元が明るくなるようなブラウンメイクを今回はご紹介します。ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。それでは早速レッスンスタートです。まず下地はラロッシュポゼの UV エア XL プロテクショントーンアップのローズを全体に塗っていきます。今回は眉ティントをしていたので眉毛がしっかりとちょっと色がついてますが、気にしないでください。日焼け止め効果としっかりとカバー力もあるので下地としてもとっても気に入っています。次にファンデーションはラネージュのネオクッションのマットを使っていきます。このクッションファンデをクッションを使うのではなくて筆で塗っていきます。そうすることで余分な油分をのせることなく崩れにくくなります。さらに薄付きでナチュラルに仕上がるのでおすすめです。目元も忘れずに塗っていきます。全体にファンデーションが塗れたら水を含ませたファンデーションスポンジで全体を叩き込んでしっかりと密着させていきます。こうすることでツヤも出ます。しっかりと密着させたら次にイプサのクリエイティブコンシーラーを使ってトラブルをカバーしていきます。マスクだと常に目だけしか見えないのでほっぺはあまりコンシーラーつけない方も多いんですが、今回はほっぺもコンシーラーをつけてさらに目元もくすみを飛ばすようにしっかりとカバーしていきます。密着力が高いのでおすすめです。次にパウダーはエレガンスのラプードルオートニュアンスのリスクイーズを使っていきます。これをパフではなくてブラシで全体にのせていきます。全体にしっかりとブラシでのせることによって崩れにくくなります。目元は細いブラシでのせていきます。最後に全体を少し払います。次にアイブロウはセザンヌの細心アイブロウのオリーブブラウンを使って描いていきます。今は眉ティントで色がしっかりとついているんですが、普段は何もついていないのでこの段階で描いていきます。眉ティントをしていてもムラができたりするので、そのムラを埋めるようにしっかりとアイブロウで描いていきます。眉頭はスクリューブラシでぼかして、ケイトのデザイニングアイブロウを使って鼻筋にシェーディングを入れていきます。骨格に沿って入れるように気をつけてください。あまりしっかり入れすぎると不自然になるので気をつけます。小鼻の先まで入れていきます。次にキスミーヘビーローテーションカラーリングアイブロウの眉マスカラを使って眉毛に色をつけていきます。こうすることでさらに馴染みが良くなり、ふんわりとした仕上がりに見えます。髪の色に合わせた眉毛にすることで垢抜け効果もあるのでおすすめです。このキスミーヘビーローテーションカラーリングアイブロウは色の展開も多いのでぜひ参考にしてみてください。次にハイライトは3のシマリンググローリオを使って深層に入れていきます。目の下も少し入れていきます。パウダーでサラッとした仕上がりにしていますが、こうすることでツヤっとした明るい目元になります。マスクをしていると目元が暗くなりがちなので、この C ゾーンのツヤがとっても大事です。唇の上と顎先にも入れます。そしてエチュードのルックアットマイアイカフェのベージュの102番を使って鼻筋にハイライトを入れていきます。太くするとのっぺりするので細く入れることを意識してください。次にアイシャドウはクリオのプロアイパレットのブラウンを使っていきます。一番左上の明るい色味をまぶた全体にのせていきます。明るい色味を最初にのせることによって次に塗るメインの色味の発色がより際立ちます。さらにはくすみも飛ばすので、マスクをつけていてもブラウンのアイメイクでもくすむことがありません。この一手間がこの後の工程、そして発色をより際立たせるのでかなり重要になってきます。下まぶたにものせていきます。上まぶたと下まぶた全体にのせたら、次は右下の濃いめのブラウンを使っていきます。この色をメインで使っていきます。全体に入れるよりも目尻に今回は入れていこうと思います。全体に入れてもいいんですが、あまり暗い印象になりたくないので目尻にポイントとして入れることにしました。そして目頭には少しキラキラとラメが入ったような色味を入れていきます。
目頭から目尻にグラデーションにすることによってあまり暗い印象にならず茶色でもくすむことがありません。そしてラメを入れることによって目に立体感が出てよりうるっとしたようなメイクに見えます。こんな感じです。下まぶたにも同じ色を入れていきます。メインで使った右下の焦げ茶の色味を細く細く目尻から黒目の下まで入れていきます。囲んでしまうとトレンドっぽくはなるんですが、結構ブラウンってくすみやすいので、それを防ぐために目尻にだけポイントとして入れています。目頭には上まぶたと同じようにキラキラのラメを目頭から黒目の下にかけて入れていきます。そして先ほどのブラウンみがかったラメと違ってゴールドの明るいラメを涙袋のぷっくりするところと目頭に入れます。アイライナーはヒロインメイクのスムースリキッドアイライナーのスーパーキープを使っていきます。このアイライナーもブラウンなのであんまりきつくなりすぎず柔らかい印象に仕上がるのでおすすめです。まぶたを持ち上げて目の根元にアイラインを入れていくようなイメージです。あまり太く入れなくても大丈夫です。こうしてインラインのように入れることによってしっかりと目力が出ます。目尻は5ミリぐらい出しました。こんな感じです。次にベイビーミーのニュアンスカラーライナーのエブリデイのウィズ限定色を使って下まぶたの目尻にポイントでアイライナーを引いていきます。これもオレンジがかったブラウンなのでしっかりとアイシャドウと馴染んで適度に目力を出してくれます。三角ゾーンに入れるようなイメージです。こんな感じです。次にマスカラはウズのモテマスカラのコッパーを使います。このマスカラもブラックではなくって優しいオレンジみがかった色味なのでケバケバしくはならずですが目力はしっかり出してくれる、そんなまつげに仕上がります。私は上まつげまつげエクステをつけているので今回下まつげのみ使いましたが上まつげにも使ってもらっても可愛いです。上下しっかり塗っても色味自体が優しいのでそんなにきついアイメイクに仕上がらないところが気に入っています。マスカラをつけることに抵抗がある方も色味の入っているこの優しい色味で挑戦してください。次にリカフロッシュのジューシーリップティントを使ってリップを塗っていきます。この色味は結構しっかり発色するんですがちょっと薄めにのせると優しく発色して肌なじみがよく普段使いやオフィスでも使っていただけるような色味で仕上げることができます。さらにこのリップかなり取れにくいのでおすすめです。これでメイクは完成です。ラメは使っていてもあまり派手になりすぎないメイクに仕上がりました。はい、こんな感じで仕上がりましたがいかがでしょうか。今回のポイントとしてはマスクをつけても目元がくすまず華やかになるようなブラウンメイクです。ですが普段使いしていただけるようにあまりケバケバしくならないようなポイントも踏まえてブレンド感のある仕上がりを意識しました。ぜひこの秋たくさん活用していただけると嬉しいです。それではこの動画が参考になったなと思っていただけた方はグッドボタン、また他の美容情報やヘアメイクの情報も知りたいなと思っていただけた方はチャンネル登録をお願いします。また私の個人の YouTube チャンネルでも今回のようなメイクだったりヘアアレンジもご紹介しているのでよかったらそちらも見に来ていただけると嬉しいです。最後まで見てくれてありがとうございました。バイバイ。